日本代表のボランチのファーストチョイスは遠藤と森田が最もいいと思いますが、ご意見を知りたいです。僕もそう思いますよ。中盤でフィルターになれる遠藤と、必要なところに顔を出しながらビルドアップできる森田っていう。あれですよね、クロースとカゼミロ組んでるみたいなイメージですね。で森田に関しては、あと2、3歩下がるとか、体の向きを早めに作っとくとか、そういうのだけでちょっと変えれるから、そう。なんかめっちゃもう日本にいたらもうズバ抜けていい選手だろうけど、なんかもっと楽しながらいいプレーできるみたいな、そういう感じがあるかな。りょうさんが日本代表の監督なら誰を中心にどんなチームにしますか。柴崎、久保建英。なんで柴崎って言ったの。久保建英中心に、まあこれね、ちょっと今柴崎って言っちゃったらあれなんだけど、多分柴崎とか呼ばれた柴崎中心っぽいチームになってるじゃないですか。ただ、柴崎の選ぶプレーが合理的じゃないことが多いっていうのはこの動画の中で言ってて、僕は合理的な選手、判断できる久保だったり富安だったりとか、ね、最近だと遠藤航もそうですかね。だそういう選手たちの中心のチームにして、試合の中で、まあ吉田麻也なんかも言わなくても中心になりますからね。そういう選手たちのチームにして、こう、今みたいに根っこの戦術を与えて、そこから先の判断とかは任せますね。あと、キーパーかな。キーパーもボールを絶対つなぐ選手にしますね。あ、鎌田もそうですね。分かってる選手に権利を与えるね。うん、トゥエルがホテルのベランダのようなところでペップのモノマネをして選手たちを笑わせてたところをザサンに捉えたんですけど、トゥエルってこういうこともできる人なんですね。だってね、前クロップもね、クリスティアーノ・ロナウドの真似してリバプールの選手たちの緊張を解きほぐしたとかあるしね。